はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はちょっとやっていきましょうということになるんですが、はい。なんか誤解のある方が結構また増えてきたなっていう感じになるんですけど、はい。マスコミとかマスコミですよね、みたいな話で、まあいろいろまあ皆さんコメント欄でいろいろ書いてくれるのはありがたいんですけど、別に私マスコミが嫌いなわけではないですよ。はい。で、マスコミが嫌いじゃないよっていうふうに言ってるんですけど、はい、いうことですね。じゃなかったら別に私、読売新聞が要するに取材に来た時に取材に応じないでしょ。はい。っていうことになるので、別にマスコミそのものが嫌いとか、なんかテレビとか新聞が嫌いとか言うんじゃないんですよ。テレビ局の記者のことが嫌いですとか、新聞記者が嫌いですって言ってるわけではないんですよ。はい。松井先生が嫌い、まあ嫌いというか、正確には興味すらないという感じになるんですけど、はい。限度を超えているマスコミや、全く仕事をしていると思えないマスコミの人間が嫌いと言ってるんですよ。いいですか？まあ、ちゃんと仕事しているよねっていうふうな人たちにまで嫌いって言ってんちゃうからね、これ皆さん誤解のないように言ってるんですよ。で、まあ、組織っていうのは大体どこでもそうなんですけど、まあ、2割の人間が、まあ、優秀なんで、まあ、2割の人間がちゃんと一生懸命やろうってやってて、6割の人たちがどっちに転ぶか分からなくて、まあ、2割の人が大体ポンコツっていうふうな状態になってると。まあ、言うのは世の中のまあ仕組みではあるんですけど、私が嫌いだと言ってるのは、まあ、ここはポイントなんですね。限度を超えてるやろっていう。そう、マスコミの中の常識っていうのだけ考えたとしても、お前らおかしいやろっていう、それどこまでやってんのみたいな、状態のことをやってるっていう風な話っていうのが私はダメですよと言ってるわけなんで、はい。マスコミ全体が嫌いというわけではないですね。はい。なので、まあ、その辺のところご注意くださいということになります。はい。なので、皆さんは、マスコミに関してっていうことで、ちゃんとその、現実というか、そのマスコミ側サイドの、状況っていうのをちゃんと把握しておく必要性がある。まあ、新聞とかテレビとか、まあ、雑誌とかを見る前に、まずここは頭に入れとかなきゃいけないけど、マスコミの宿命っていうのがあるんですよ。まあ、YouTuber の宿命でもいいんですけど、YouTuber やマスコミの宿命ということになるんですけど、はい。限られた時間の中で部数を売って金にする。はい、これがマスコミの宿命である。で、YouTube も一緒です。同じ原則で動いてます。まあ、だから、従ってこういうふうな感じになるんですけど、先生、中東について語ってくださいとかね、質問来るんですけど、どっからって。何十時間分授業したらいいの俺っていう。120時間ぐらい、授業し続ければいいんやったら、それできるかもしれないけど、誰も見えへんやろっていう話ですね。はい。で、仮にそれやったとしても、別にこれ専門家ちゃうんで、ひたすら要するに調べてて、数千時間調べて やるっていうことなんで、まあその、正しい情報を見ましょうねっていうか、まあその、っていう風な話になった時には、まあ Twitter や YouTube なんかでは限界があるし、書籍とかでもどうやってもちょっと限界があるよと。いや、ほんまにやりたいんだったら数千時間ぐらいやらなきゃいけないけど、なんかみんなが仕事を生きしてる中で、状況の中ではそんな情報全部入れることはたぶん無理でしょうと。まあいうことになるんですが、まあ、マスコミの宿命っていうのは、限られた時間の中で部数を打って金にするっていうのが大事なんですよねってことです。はい。これちなみになんか読売新聞の記者がここに来た時に、いや、そういうのはちょっと良くないところではあるんですよねとかいうふうな感じのことはおっしゃってたんですけど、それ言ってたんです。それ言ってたんです。マスコミっていうのはマスコミにしろ YouTuber にしろどっちにしろ一緒なんですけど、金にするのが目的なんで。金にするのが目的である以上、そこは綺麗事は言っちゃいけないんですよ。商売なんで。ご商売なんでね。はい。なんだけど、限度があるでしょって話。そうそう。で、限られた時間の中で部数を打って金にするということになるわけだから、まず一つ目になるんですけど、嘘になるってこれしかないんですよ。はい。嘘になってるやんけっていうのをつついてるわけじゃなくて、嘘に限度があるやろって言うんですよ。一番ひどい例で言うと、朝日新聞の、要は、従軍慰安婦問題っていうのはあれも最悪です。最悪です。初めから終わりまで取材してません記事書きましたからね。取材してません記事書きましたって、妄想が始まって妄想で終わってるから、ね。そう。で、別にその従軍慰安婦問題だけじゃないんですよ。初めから取材してません記事書きましたので、初めから妄想書いて最後まで妄想で終わってる。いや、それはもう新聞じゃないよ。それはもう新聞じゃないやんか、完全に。そう、漫画とかアニメ以下じゃないですか。漫画とかアニメ以下になるっていう状態になるね、そういう場合。で、
二つ目が盛るっていうね。はい。盛るんはいいんですけど、別に。それ当然持った方が当然部数は稼げるわけじゃないですか。で、衝撃的なタイトルとか記事内容っては絶対必要になってくるわけよ。ね。っていう感じになるから、ある程度盛るんは仕方ない。はい。岸田の増税けしからんっていう風になってるんやけど、この税金はけしからんよねっていう風なことになる。増税を検討中、自民党部会で検討中のこの記事に関してはけしからんよね。それはすっぱ抜いて行きましたやったらいいんやけど、それほんまに検討されてんのっていう。いや、それ検討されてる証拠はないんですけど、みたいな。そう。かっこ見立てみたいな。いやいや、ちょっと待ってくれと。それ。お前の頭の中で考えた、僕の考えた増税やんねっていう話になるんで、っていうのがちょっと多いというか、そう、昔からこれは、この手の話ってのはあったんですけど、大概ちょっと多くなってるな、ということですね。で、まあ3番目ということになる、まあ、浅くなる、まあこれも仕方ないよねっていう話ですね。まあ、新聞の紙面とか、テレビの要するに30分枠とかで、どう考えても、その深くやることで不可能だろうと。いう風になるんだけど、浅くなるのレベルが、なんか、いやいや、まず、いやいや、不法入国した人は犯罪者じゃないとかわけわからんこと言ってて、いや、不法入国してる時点で法律違反してるよ、みたいな、とかね、例えば、いうことになりますけど、まあ、例えば、あとは、その、なんていうんですか、要するに政府の税金っていうのは収入なんですよ。国を家庭と、家計で要するに、例えてみました。例えちゃダメだって言ってもらえへん。なんぼどうでもあかんやろっていう話になったけど。そう。じゃあ国の予算を家庭で考えてみましょうとか言うたら、もう国民から税金を巻き上げられるだけ巻き上げて、支出は全部減らしちゃいいから社会保障全部カットしたったらええんちゃうか。いやいや、そうなるやろって話だよね。それおかしいでしょって普通に考えて。はい。いう感じになるんですね。はい。4番目ということになるんですけど、まあ、不正な金を使ったりとか、やり方っていうのは、あるよねっていうこと。これも別に私は否定しないんですよ。限度があれば。はい。限度があればね。はい。だし、そういうことになってくるわけですよ。で、私は逆に言うならば、ある程度公職に就く人だったりした場合になった人とかになるんだとしたら、なんか要するに不祥事を起こしましたって言うんだったら、はい、マスコミ来ましたって言って、夜中の2時とかに来たんですよねって言ったら、何時に必ず行くからって。待っててくれって言って。よ、何時に行くからって言って。か、もしくは、ちょっと、今、近所迷惑になるからって言って。ちょっとなら、ね、ちょっと本社の方もちょっと車で送っててくれと。ね、そこで全部話すと。いうふうな対応を本来しなきゃいけないですよね。まあ、そもそも不祥事を起こしたらあかんんですけど、そもそも不祥事を起こしてる時点でどうかしてるんですけど、っていうことでしょって話です。そうそう。周りの人々に迷惑をかけないようにしましょうねって、不祥事を起こした側が考えなあかんことやな、そんな。そうそう。で、別になんかマスコミとかバンバン来ましたって当たり前じゃないですか。権力の中枢握ってる人たちが。ね。ちょっと判断間違えました。ちょっと何かやらかしました。ちょっと要するに変なことやりましたって言ったら、多くの人々の血が流れる危険性があるから、ほんま当たり前のことですよって話です。あと、不正な金があるって話になるんですけど、あれは犯罪組織の捜査ですとか、犯罪に関しての記事書きますっていう時に、犯罪の要するに組織って要するに、やり取りしなきゃいけないとか、これは発生するわけなんですよ。だから、ある程度の裏金を作ったりとか、領収書ないけど、これは切っといてねっていう話になるやったら、別にまあ、それはあるよねって話。で、その中で、ちょっと要するに、帰りの時に、要するに、そのなんか、打ち上げのパーティーの時にも、それ領収書使っちゃいましたって言ったら、まあ、俺もわかるわ。そらそうやろな、そういう仕事やからなっていうのわかりますけど、いや、取材行ってないし、じゃあその白紙で切ったというか、その領収書どこに使ったかって自分の愛人囲ってますっていうような感じとか、馴染みの店にポン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 やってますとか、挙句の果てには要するに自分の要するに午前中午後、まあなんていうの、食生活から食費から、要は自分の要するに身の回りの品まで全部領収書切って、全部それを要するに申請しますって言ったら、もうそれはマスコミとかマスコミじゃない以前の問題じゃないですか。もう誰がどう考えてもこれおかしいやろっていう、ほとんど 99% の人間見たらそれおかしいやろってなるやろって話。はい。っていう風なことになると、いや、それはダメでしょって話です。わかりますか？それはダメでしょっていうことになってくるんで、で、それを逸脱して超えてる事件が、昔からあったんかもしれないですけど、まあ最近は特に表沙汰になってきてるとか、特にまあ要するに犯罪行為っていうことであったりとか、そういったことが要するにまあ表になってきてるよねって、表沙汰になってきてるよねって。で、
それに対してマスコミがなんかこう、こういうのは変えていかなきゃいけないですよねと、ちゃんと訂正していかなきゃいけないんですよねって思っている人たちはなぜか外に出る。今の現象でそうだと思うんですけど、どの新聞社であっても、要するにどのテレビ局の人でも、まともな人がどんどん外に出ていく。で、そこで、しかも外に出ていって活躍していく。で、残った人たちの中で、さらにまともな人たちはどんどん官職に追いやられていく、みたいな、なんでこんな現象が起こるのっていう状態なので、私は新聞とかテレビに対してあんまり何も期待は今してないですよっていうことですね。はい。昔は結構期待してた部分もあって、あ、この人とこの人の記事いいよねとか思いながら、あ、この人の記事いいよね、この人がこういう風になったら変わるんじゃないのっていう風な感じになってたんですけど、大体やめちゃうか外に出ちゃうっていう風な感じに今なっちゃってるな、という感じですかね。はい。ただ、逆もあれかなと思うんですけど、そうは言っても組織ってある程度はそうなんですけど、組織って要するにどんなに腐ってもまともな人間ってなぜかたまにそこから生まれてきたりするんで、いう感じになるんで、まあ、またその人たちが出てきた時に多少持ち返すのかなっていうふうな、まあ、なんか淡い期待ぐらいはしてますけど、ということですね。はい。なので、まあ、要するに極端な話言ってしまうんですけど、ちゃんと仕事してるなっていうふうなんだったら、人だったり、マスコミだったりした場合に関しては、別に、私は全然嫌いじゃないですよって話。探してくる方が少ないなっていう状況になってるだけでね。はい。でしょって。はい。だからまあ、有名どころで言うんだったら誰ですか？望月磯子さんとかですか？あの人嫌いとか好きとかいう事件じゃないですかね。なんか、得体の知れないものがいるなっていう感覚です。うん。申し訳ないですけど、望月磯子さんみたいな新聞記者がとか言って私に言われる方いるんですけど、好きとか嫌いとか全然ないですから。うわ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 っていう。いや、思いません？これ俺悪いですけど、東京新聞で聞いても俺勝つ自信ありますよ。半分ぐらい。ちょっとみんな確認していい？望月磯子さんが好きとか嫌いとか、生理的に受け付けるとか受け付けないとか、一旦置いといてくれっつって。俺は望月磯子さんのこと、うわ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 って思うと。うん。それ以外の感覚がないと。この意見に同意できる人いるかなと。俺多分半分ぐらい多分東京新聞の中でもおるんちゃうかと思ってる。そう。だから、好き嫌いってあんまないですね。はい。で、一緒で、結局は、朝日新聞の、その、訂正人語とか、その、昔あったんですけど、まあ、昔、毎日新聞とか、その、コラムとか、ああいう意見論評とかっていうのが、そうね、10年前くらいまでは、まあ、この人、まあ、左翼に寄ってるよね。リベラルに寄ってるよね。でも、なんかこう、論理的な構成でやってるし、まあ、言いたいことは意味わかるなとか、この人の言いたいことは意味わかるなとか、あ、そういうところは確かにそうだよねっていう感覚があったんですよ。その、すごい知性は感じられるというか、ごめんなさいね。ごめんなさいね。朝日新聞でコラム書いてる人とか、多分私よりすごい賢いとか偏差値高い人だと思うし、その私みたいにバカじゃないと思うんですけど、だったんですよ。まあ、実際同じように、新聞赤旗とかでも結構、まあ別に新聞赤旗とか撮ってないですけど、新聞赤旗の記事とかネットで記事とか見てたりとかしてたんですけど、昔は。大学生の頃とかもずっと。どんな記事書いてんのかなって思うんですけど。で、やると、こう、マルクス主義のなんとかとかでバーって書いてたりして、へーとか思ったり、まあ自分でもまあ要するにどういうふうな左翼が思想するのかっていうのをじゃあ調べたりとかしてて。はい。まあ、そういうことね、とか。で、その時代の変遷でこういう思想になってるんです、みたいなのがあるから、まあ、なんて言ったらいいんだろうね。その、知性のある左翼って言えばいいのかな。あ、少なくとも、いや、社会主義の意見とか、共産主義者の意見っていうのは、全く受け入れないですけど、受け入れないし、まあ、私とは考え方が異なる世界線の人々だって思ってますけど、まだ書いてんの読んで、あ、確かにそういうことねっていうのが理解できたんですけど、今、ないな。今、序論、本論、結論ってあって、序論からわけわからんこと書いてて、本論わけわからんこと書いて、結論わけわからんこと書いてるから、ごめん、何言ってんのみたいな。うん。多いですよ。もし気になるんやったら、いろんな要するに新聞とかの記事とかで、なんか転生人語とか買ってきたりとかして、意見論評とか見て、まあツイッターで発言してる人とかで、うわ、こいつ何やっていう変なやついるわみたいな感じの人が書いたりしますよ。っていう感じで、まあなんか理論としてもむちゃくちゃだし、何書いてるかもわからないし、なんか初めから終わりの結論がなんか逆になってたりするし、初めなんか出だしで言って、え、何これって。
これ自民党肯定してんのみたいな。自民党批判から始まってるのに最後の方言ってる、え、なんかこれ自民党肯定してないですかみたいな文章になってたりとかするんで、まあ、そういう人たち見てると、まあ、単純に嫌いっていうよりは何したんやろうなと思いながら、うわ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 っていうふうな感じに、まあ、思ってるっていう感じですね。はい、だから嫌いっていうのは、あの好きの要するに、ね、ポイントになっていくんで、はい、嫌いっていう感情が湧くってことは、その好きな部分があるっていうことなんですけど、何も褒めるとこないなっていう人たちが結構多いんで、この業界なんか知らないですけど、まあ、教育業界も多分探せばいっぱい多いんやろうし、多分いっぱいいるんだと思うんですけど、はい、まあ、多分認識できないんで、はい、いう感じですかね。ということでよろしいでしょうか。ということで松井先生、これポイントになってくるんですけど、あの皆さん極端な、あと松井先生極端な、要するに強硬派とか極端な思想家だと思ってる方多いっぽいんですけど、多いんですけど、違いますからね。はい。マスコミは嫌いではないですよ、ということです。もう一回言いますが、限度を超えてるマスコミは全く仕事をしていると思えないマスコミが嫌いと言ってるんですかね。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。